屋圭一の新たなるレースへのチャレンジはアメリカンツーリングカーの最高峰ナスカー。世界一ドライバーの腕が競われるレースだけに土屋の闘志は燃え上がる。レースウィークを4日後に控えた11月18日、チーム国光はようやくレースに出場できる体制でのテストにこぎつけた。そのマシンならではのユニークな装備を紹介しよう。マシンの準備段階で我々をびっくりさせたのがエンジンスタート前の儀式。ナスカーはハイテクを一切使ってはいけないレギュレーションだが、レース実戦で培われたアイデアがあらゆるところに盛り込まれている。土屋のマシンは鈴鹿サーキットのものを借りることになったが、これはあくまでもデモライン用のマシン。チーム国光はアメリカに遠征して本場のレースの研究、そして今回のテストには間に合わなかったが、エンジン、ミッションを購入、マシンのポテンシャルアップを図る。マシンはとにかくオーバーステアが強い。これを抑えないとタイムアップにつながらない。目標タイムは4月にナスカーのスーパースターデイル・アンハートがテストで出した53秒8だ。アクセル入れた時に逆板からガンガン上がった時にアクセル入れた時にフロントがポン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 浮いてるよね。最終コーナーがよく出ちゃうね、ケツがね。セッティングを繰り返し、タイムはこれまでで最高の54秒5をマーク。これで新しいエンジンとミッションがつけば53秒台に入る手応え十分。しかし、あそこで横にしたんだよ。ストレートからで。いやもう踏んだらさ、踏んだらブレーキが動かねえの、カツンとなって、やべえと思ってさ。まっすぐ刺されたくねえよ。なんと原因はマスターシリンダーバルブのトラブル。土屋は時速240キロノーブレーキ状態でマシンをスピンさせ、3回転して1コーナーのバリアに激突。幸い体には問題がないが、レースウィークまであと4日しかない。いやー怖かった、すんげー怖かった俺。木曜日、ボンネットとフェンダーが使えるレベルになった。まだ足りないパーツがあるものの、土曜の予選までにはマシンが出来上がっていなければならない。不眠不休の作業が続く。他のチームからラジエーター、フロントカウルを貸してもらえることになり、ようやくパーツが揃った。横ではすでに車検が始まっている。ナスカーの車検は非常にシビアなもの。型に合わなければ潰す、まさにアメリカ。作業を終えた他のピットからアメリカ人メカニックが手助けしてくれたので、急ピッチに作業が進んだ。これもナスカー流。どうにかボディは組み上がった。イベントのリハーサルが行われる中、チーム国光の作業は続く。いいよいいよいいよ、グーグーグー。やがついたナスカー。練習走行が始まる金曜日、マシンはナスカーでは伝統の STP カラーをまとう。新しいエンジンを譲ってくれたチームのスタッフがエンジンのセットアップをしてくれることになった。
エンジンに火が入り、スタッフにも安堵の表情が現れる。車検をパス、これで走れる。新しいエンジンにミッション、そしてオーバーステアの対策としてリアのダンパーを2本ずつ追加。まだ様子見の走行だが動きは良さそうだ。どんどん回る。あ、そう、違う力も速いよ。速い。S 字の中今なんか2で行ってない、3だよ、うん、3でもブワーッと吹けるから。カーナンバー1番、ジャパンチャレンジフォード。オール日本人スタッフによるもう一つの課題はタイヤ交換のスピードだ。よーい、はい。パワーがないとダメかもしれない。いよいよ予選の朝を迎えた。マシンの後方をピットから出すのは暖気の時のナスカーのマナー。前日の練習の結果、期待していたニューエンジンは上が回らないという問題が発生。解決策がないままの予選となってしまった。土屋は久しぶりに STP のスーツに袖を通す。予選の形式は3ラップのアタックで、途中観客席側の前後2本のタイヤを交換、その合計タイムで競うというショーアップされたもの。アタックは1台ずつで、なんと土屋は1番だ。アメリカ勢から土屋にハンデを与えてはという提案があったが、チーム国光はそれを拒否。正々堂々と勝負に臨む。アタック開始。タイヤ交換だ。練習では18秒までタイムを詰めたが、本番はどうか。ピットストップ19秒95。土屋圭一予選タイムは3分13秒287。出てっていいかどうかが分かりづらかったじゃないですか。そう、ね、誰も合図してくれないから、ね、そう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 、いつ出てっていいか分かんない。あれで2秒ぐらい損したな。難しいよなこの予選は。日本人は不利だよこれ。7回のチャンピオンに輝いたスーパースターデイル・アンハート。練習走行から53秒台を連発している。さあピットストップ。インパクトの音が違う。しかしフロントのエアガンが戻れず3秒のペナルティ。予選9位となってしまう。
予選1位はゼッケン2番ラスティーウォーです。ロードコースを得意とする89年のチャンピオン。ピットタイムはなんと11秒85。25歳の若きスタージェフ・ゴードン、ボルトが一つつけれず3秒のペナルティ、予選は8位。中谷紀彦は名門ペンスキーチームのバックアップを得て出場。しかしピットストップではボルト1本をつけれず3秒のペナルティ、14番手となった。ピットストップが最も早かったのはゼッケン88番デイル・ジャレット。タイムはなんと11秒59をマーク。アメリカ勢のパワーとスピードに鈴木監督も呆然。レースで培われたアイデアはここにもいっぱい。メカニック用に開発された膝当て、高いガス圧のインパクト、タイラップを利用したボルトクリップ。全てのアタックが終わり、土屋は予選16位という結果となる。一夜明け決勝日を迎えた。決勝レースは東コース100ラップ。しかし50ラップ終了時点で15分間のインターバルが入り、タイヤ交換、給油、修理などができる2セグメント制のレース方式だ。首もこう曲がるようになってきたし、もうヘルメットかぶるときも痛くはないですから大丈夫です。もう今年は本当に不完全燃焼の年だったと思うから、ちょっとこれにぶつけてみようかなと思ってます。スタート、給油、タイヤ交換はデータがないためレースの状況次第。土屋のグリッドは16番手の8列目。前には中谷選手、後ろには福山選手がいる。第一セグメントのスタートだ。土屋は1コーナーでいきなり2台のマシンを捉えようとするが、前に詰まってしまい行き場がない。ところ構わずサイドバイサイドのバトルが展開。土屋 S 字でポジションを一つ上げた。しかし最終コーナーでのアンダーが強いためアクセルが入れられない。50番が来た。一気に2台にパスされ16位。最終コーナーでのアンダーステアはこのコースで致命的ともいえるハンディだ。7周目アクシデント発生のためイエローコーション。水温200、油温230。イエローコーションは
コース上がクリアになるまで続けられる。アメリカらしさがこんなところにも見られた。なんと自走できないマシンをピットまで押していくのだ。無理に抜かない方がいいね、これブレーキングでね、タイヤ摩耗しちゃうでしょ。これでももしかしたら絶対イエローコーションまた出るね。出るとすればガンガン行っちゃっても一緒か。5周のイエローコーション後、再スタート。土屋は絶妙のタイミングでスタートを切り、07号車をパス。バンパートゥーバンパー、サイドバイサイドと激しいバトルが展開。ちょっとした接触はお構いなしのデッドヒート。イコールコンディションのレースのため、一つのミスが大きく順位を落としてしまう結果となる。全く気を許せないレースなのだ。14番手で22周目に突入。前の車のスリップを使って中谷選手のマシンのインを狙う。2コーナー立ち上がり、中谷選手が再びアタック。しかしこの2台が目の前で絡んだ。やばい。ギリギリのところでクラッシュは免れたが、後続車は大パニック。イエローコーション、丘の上からドライバーに指示を出すスポッターも一休み。これは絶対面白いよ。リスタートの時どっかアウトから最終コーナーぐっと仕掛けてみてください。了解。これまともな車だったらすげえ面白いですね。これ7周のイエローコーション後、再スタート。チーム国光は第1セグメントをノーピットで走り切る作戦に変更。残り20周、土屋は前を行く中谷と共に38号車をパス。12位へと順位を上げる。この時の日本人の3人は中谷11位、土屋12位、福山13位の順だ。トップを走っていたウォーレスがわざと順位を下げ、ジェフ・ゴードンが前へ出る。46周目、土屋の前を行く中谷がインを伺う。中谷10番手に浮上。残り4周、中谷に続きたい土屋だがペースが上がらない。タイヤはズルズル、さらにガス欠症状も現れ順位を落とす。しかし不運は中谷に訪れた。マシンは完全にガス欠、順位を大きく落とす。ここで第一セグメントが終了。インターバルは15分、ドライバーは乗ったままでタイヤ交換と給油が行われる。後半ちょっとタイヤ第2セグメントスタート。なんとインバート方式が採用され、1位から10位までのマシンの順位を総入れ替え。8位まで順位を落とす作戦に出たウォーレスは見事に3番手でスタートを切った。土屋はこの混戦の中、一つポジションを上げ11位へ浮上。そして66周目1コーナー、クラッシュを免れるためダートへ順位を落としてしまう。ボディはもう傷だらけだ。この日3回目のイエローコーション。このタイミングでタイヤ交換と給油をするべくピットイン。残り10ラップ、トップはゼッケン2番のラスティ・ウォーレス、2番手はデイル・アンハートだ。土屋は16番手。
なんと S 字で福山選手が後続車にプッシュされクラッシュ、リタイアとなってしまった。土屋は最後まで熱い走りを見せるが、ファイナルラップ最終コーナーでまたも追突され、たまらずスピン。トップはゼッケン2番ラスティ・ウォーレス。100周をクリアしてチェッカーを受ける。土屋はスピンしたものの周回遅れに抜かれただけで済み、15位でフィニッシュとなった。あれ誰に突っかれたの？俺誰かに突っかれたの？最後ね、突っかれた。日本で初めて行われたナスカーレース、土屋は苦戦を強いられながらも日本人としてはトップでゴールした。